どっちだどっちだグリッドマンっいたー,ー出たー早い早っ俊敏だということで,でグリッドマンとともにですねじゃあ、えー、最後に皆様よりご挨拶をいただけたら、えー、嬉しいなと思います、えー、本日はご来場とあと集計で見てくださってありがとうございますそうですね本当に熱い作品になっていまして、まあ、僕が特に好きなのはまあダイナ・ゼノンで残ってた謎が 実は解けるえ監督はおおみたいな感じで言ってますけど監督が考えたんですよね <laughs> そうななんだみたいなその謎はあのー、なんか収録中ダイナゼノンの収録中も監督に何回か,か聞いたんですけどなんかはくらかされて教えてくれなかったやつが分かったりとか、まあ、あとねこう戦闘シーンがやっぱめちゃめちゃ熱くてアングルが面白いんですよね。こう下からすアングルが あれってあなんか質問みたいになっちゃいますけどあれってどういうとこから考えてるんいやでも先人たちが実写でやっていたことのアニメのフィードバックみたいな。 あやっぱそうなんですねなんかどこかからやっぱこうインスピレーションを受けてそういうカメラアングルとかもなんか作ってるんだなと思ってそういうい今までアニメで見れなかったような面白いアングルがいっぱいあるのでそういうあのバトルシーンもぜひ楽しみにして見ていただいてそして3日間何度も見に来ていただいて目指せ100億では広瀬さん。 はい、えー、改めまして本日お越しいただいた皆様そして中継で見てくださる皆様、えー、本当にあありがとうございますえー、あのもうね、皆さんたくさん行ってると思うんですけど皆さん、夜ご飯食べましたか食べてないですかいや、マジでね夜ご飯いらなくなるから俺、昼見てお<ー>なんかお,お腹いっぱいになっちゃって本当にいやだから食事も与えてくれるのよ、うん、グリッドマンって。そ <laughs> <laughs> 胸いっぱいだけじゃなくもうなんかそれくらい満腹感ああもうあのごちそうさまですって言ってんのにああその3分後にまた出されんの <laughs> であ、もうもうもういいよもうもう俺これで満足だよってなってもああまたその3分後にまた出されるみたいな、えー、なんかこう、映画の中で何回も何回もその、のあ違うこの例え <laughs> <laughs> いや、すごいいい話してるの <laughs> あ違ったらごめんなさい、<laughs> 俺のちょっと不慣れな例えやってみたんですけど、いやでもそれくらいとめどなくこう展開があのどんどんやってくるというか、本当にこの一本見終わって、まあ、やっぱだから1回じゃちょっとあのしておいきれないから、<laughs> 1回見るとまたもう1回見たくなるような、なんかこう本当にそういう素敵な盛りだくさんの映画になっていると思いますので、ぜひね、まあ、本日初日ですけども、まあ明日明後日と、何度も何度も見ていただけたら嬉しいと思います。 ことで皆様この後ぜひ楽しんでください本日はありがとうございましたありがとうございますでは最後に緑川さんお願いしますはい、えー、会場にお越しの皆さんそして中継先でご覧くださってる皆さん本当に今日はどうもありがとうございました、えー、やっぱり30年前からのオリジナルキャストということでしっかりしなきゃいけないんだな自分はっていう思いって絶対持ってるんですけれども今回は実はあの コンピューターウイルスではなくてリアルなウイルスに蝕まれましてですねアフレコのあたりでちょっと調子悪かったんですよ。それであのー 実際弱音を吐きたくはなかったんですけれども普通にあの、まあ、戦闘シーン交えて感動の家系のシーンっていうのを順番に行った方が当然テンション的には盛り上がるのは分かってるんですけれどもその通りにやったらとても大事なシーンで声が出なくなりそうやっぱり長年やってるんで今の喉の状態だったらとても大事なシーンができなくなってしまう。 可能性があるので申し訳ないんですけれどもそこを先に取らせていただいてもいいですかっていう話をしてでもちろんということで協力していただいたんですけれどもそのためにやっぱ僕だけじゃなくてね絡んでいる方にも当然迷惑はかけるんですけれども本当になんかその辛い状況の中理解していただいて乗ってやっていただけてあの自分としては本当に今回のテーマ自分一人ではねできなくてもみんなが協力すれば。 すごい素敵なものってできるんだなっていうのをそのアフレコの段階からえ体感させていただきましたで自分としては本当にテレビシリーズみたいにやったぞっていう感じで終わりたかったんですけれどもやっぱり不安な状態で現場を去るときに雨宮監督がさっき聞いたら忘れちゃいましたって言ってたんですけど僕にすごい優しい声をかけてくれたんですよお疲れ様でしたすごい良かったですよであとはお任せくださいって う嬉しくて <laughs> 泣くつもりじゃなかったのにごめんなさい <laughs> はい待っててくださいね今オフィシャルが撮ってますね